オーストラリア州カーナボンから東に約4 5 0トルの地点にある世界最大の一枚岩である。マウント・オーガスタスという呼び名の由来はフランシス・グリコリーが1858年6月3日に登頂した時彼の兄弟のオーガスタスにちなんで名付けたことによる。アボリジニのワジャリ族の人々からはバリングラと呼ばれている。底面積が4795ヘクタールあり。 一枚岩としては二番目に大きいウルルの約2.5倍の大きさとなる。飛行858メートル、標高は1105メートル。マウントオーガスタスは今から十数億年前、原生代初期に古代の海底に砂や石が堆積して生まれた。これらの堆積物は砂岩や歴岩の地層を作り、地殻の変動で収縮され隆起したのである。この砂岩と歴岩は 3 5トル西南西にあるマウントフィリップを含む広い地域を覆っている。マウントオーガスタスの下にある河口岩は16億5000万年前のものと分かっており、その歴史の古さを伝えている。その巨大さゆえ、ふもとと山頂の往復には約6時間かかるという。周辺はマウントオーガスタス国立公園に指定されている。気候の変動により多少のズレがあるものの、 おおむね7月から10月にかけて咲くの花が見物である。またその時期のマウントオーガスタスではムラムラの群生が見られる。ありがとうございます。